はい、こんにちは、門外です。今日はですね、この間話したフレクタバコについての続きのって大変ですけども、話をしたいと思います。ですね、おそらく私はパイプタバコの吸い方を探すのが下手だと思います。下手だと思いますって言うんですけども、なんですね、多分。で、何を言いたいかというと、その前に、ちょっと今コーヒー飲みながら、サビネリのパイプで、ラトレのスターリングフレークを捨てます。うまい。ですね、これ私のよくある話なんですが、フレークタバコですね、の吸い方って様々あると思うんですよ。ハサミで切って重ねる人、ほぐす人、畳む人、丸める人、様々あると思うんですが、私が一番好きなタバコはダンヒルのフレークなんですね。なんですが、今までですね、吸ったタバコの中で一番量が多いのは間違いなくダンヒルのフレークです。ここ2年間で多分10缶くらいは廃にしてると思います。多分10缶までいかなくても、少なくともそれに近い数はいってます。で、これは人によりけりです。なので何度も言えませんが、個人的な私の経験です。これから話すのは、私がパイプタバコを、特にフレークタバコでよくあることがあるんですが、どういうことかっていうと声裏返っちゃった。美味しい吸い方、パイプタバコのですね、フレークタバコのを見つけた時には、もうその缶の中にタバコがほとんど残ってないっていうことが多いです。要はフレークのタバコをどうやったら美味しく吸えるのかっていうふうに試行錯誤しているうちに、結局吸い切ってしまうっていうパターンが私は非常に多いです。で、これは下手プラス体調とか朝昼夜とか時期とかにも関係してるんだと思いますが、まあ湿度とかですね、まあ環境ですね、美味しい吸い方を発見するまでに、私は美味しい吸い方っていうか、一番いいと思える吸い方、ダンヒルのフレークですね、発見するまでに私は約1年かかりました。これは事実です。最初はタタで吸ってました。で、うまいけど、なかなかこう燃え方がうまくいかない。ほぐして吸ってみよう。ちょっと味が薄いかな。詰め方の具合を変えてみたりとか、なんとかいろいろやってるうちに、まあそれはそれで美味しいんですけど、一番うまいと思える吸い方を発見したのが数ヶ月経って、1年近く経ってからでした。という経験があるので、あってですね。で、今吸ってるこの、サビネで吸ってるスターリングフレーク、これ最後の1ボール吸い切ったんですか、 50g。 はっきり言ってこれが最後なんですけど、これが一番うまいんですよ。今日そのスターリングフレークで今日のこのタバコがですね、で、思うに、一番美味しい吸い方を発見するまでには、一番ですよ、自分って一番合ってると思う吸い方を発見するまでには、おそらく時間がかかると思います。で、そもそも、まあパイプって1ボール吸うのに1時間2時間かかるわけじゃないですか。で、日常生活で1時間2時間時間を取るっていうと、まあ自営業とかパイプタバコ吸いながら仕事できる人はまだ別としてですよ、まあ、ほとんどの人がおそらく会社とか仕事場では禁煙とかタバコ吸わずに仕事してる人がおそらくほとんどでしょう。そう考えると、まあ仮に例えば定時5時6時くらいに仕事上がったとして、家に帰ってきてご飯食べ、風呂に入り、身支度をして、
そしてパイプ吹かすってなると1ボール2ボールがおそらく限界なんですよね、日常生活。まあ土日とか休みは除いてですよ。でそれでこういろいろ試行錯誤してやっていくとなると、おそらく時間がかかるのは間違いないと思います。ではっきり申し上げると、いろいろ吸い方試してみて、あ、これはちょっと違うな、うまみ出せてないなと思って半分くらいまで吸って捨てちゃったりしたタバコもはっきり言って少なくないです。まあもったいないことしてますね、俺も。です。なので言って大変ですけども、パイプタバコをやる方は、ぜひですね、のんびりと構えてください。いろんな意味で。吸うときにものんびり吸うわけですし、のんびりと吸うわけですし、一生できる趣味なので、ぜひともですね、本当に長期的な目でって言ったらいいんですけども、見ていただいた方が個人的には私はいいのかなと思います。特にフレークってほぐされてないわけなので、あとプラグとかですね、ブロックの塊やつです。こう、スライスする前の、こう、歯をギュッと固めたやつですね。とかもそうなんですけども、どうやったら美味しく吸えるか、どうやったらうまく吸えるか、っていうのは、それぞれ、人それぞれ多分違います。違いますっていうか、違うように思います。で、結局、いろいろやって、我流で吸ってるっていう人よく聞きます。私の知り合いにもいっぱいいると思います。ですので、この動画で何を言いたいかっていうと、美味しくなかったら詰め方とかいろいろ変えてみて、ぜひですね試行錯誤をしてほしいっていうことです。っていうとまたパイプの敷居が高くなっちゃいそうなので、あんまりちょっとなんだろうな、こう、入った方、パイプ始めた方にはちょっと嫌な話なのかもしれませんが、なんていうかな、そういう、試行錯誤自体をこう楽しみにしていただけるといいかなと思ってます。で、結局、1巻目で美味しい吸い方が分かって、2つ目を買って、ずっとうまく吸うみたいなパターンが私は多いんですよ。いろんなやつですね。で、フレーク以外のリボンカットの詰め方とかも、最近やっと一番自分に合ってるなって思う詰め方を発見したりしてですね。いい意味でも悪い意味でも、パイプタバコは奥が深いというか、様々あります。ですので、なんて言ったらいいのかな、多分最初のうちは本当に試行錯誤してどうするか悩むと思いますが、ぜひその悩みをですね、悩みを楽しみって難しいかもしれません、難しいかもしれませんが、そういうふうにしていただければ嬉しいって言ったらいいんですけども、いいかなと思います。特にですね、私もフレークに関してはうまく吸えなくて、上手にするとむちゃくちゃ甘いマリンフレーク、ラトレのマリンフレークとかですね、最初の方とか甘さを感じなくて、どうやったらこれうまく吸えるのかって本当にいろいろこうやってみました。で、結局一貫吸い切る頃に、ああこうするといいんだなっていうのがだんだん分かってきたっていうような面があるんですね。で、運がいいと何回か吸っただけで、何ボールか吸っただけで、あ、このタバコはこうするといいんだっていうのが分かったりしてきたりするときがあります。で、その時私はラッキーというふうに思ったりしてます。で、この間紹介したビューテラーの、ゴールデンケーキもですね、いい吸い方、いい詰め方、見つけるまで約半分くらいもうすでに吸ってました。20グラムくらい。っていうような状況なので、
ぜひですね、美味しい吸い方を探すことそのものを楽しみにしてもらうといいかもしれません。ただ何をどうやっても美味しく吸えないっていう時は確かにあるんですよ。で、そういう時はパイプとかタバコに問題があるか、もしくはなんだろうな、体調が悪い時とか、あと、まあ、単純にタバコが好みじゃなかったりだとかっていうようなこともあったりしますので、それも踏まえた上でパイプタバコを楽しんでいただければと思います。シガレットみたいに吸ったらどれも同じ味っていうのが本当にないのがパイプタバコだと私は思ってますので、ぜひともですね、初心者の方も含めてパイプ何年もやってる方なんかは特にそう感じてらっしゃるのかもしれませんが、のんびりと、本当にのんびりとゆったりと、もう10年20年30年一生続けられる趣味でありますので、やっていっていただければと思います。で、多分パイプタバコに限らず趣味の分野ってそういう面が私はあるのかなと思います。その好きでやってる時に、例えば音楽だったらこういう歌い方するとよりよく聞こえる、こういう弾き方するとよりかっこいいとか、あと他にはなんだろうな、まあゲームを趣味にしてる人だったらこういう風なやつだと私はうまくできる、こういう風な方法だと私はこういうゲームが好きだとか、あとまあ他にもいろいろあると思うんですが、まあゲームと音楽の話をしたのはまあ自分が好きだからっていうのはあるんですけどもね、趣味のあれですね、あと例えばゴルフ趣味にしてるんだったら何だろうな、打ち方もいろいろ変えてみたり、教えてもらったり、あと基本を抑えた上でどうやったらうまくいくのかっていうようなことをおそらく皆さんやってるかと思うんですよ。で、パイプもそんな風に考えていただければいいと思います。吸ってすぐ美味しく吸えるのであれば、それはすごくラッキーつらいんですけどもと私個人は考えてやってます。なので多分ラットレーのスタリングフレークはもう一回買うでしょう。うまさを、本当のうまさをっていうかな、分かってきちゃったので、で、まあそんな風にして考えてパイプタバコをですね、のんびりとやっていただければと思います。なので、言い方変なんですけども、パイプタバコが多分はまるまでって言ったんですけども、面白さが分かるまではもしかすると時間かかるかもしれません。私もまともにパイプタバコを吹かせるようになったのは、まあ近くに知り合いもいなかったっていうこともあって、我流でやって1ヶ月くらいかかりました。ですから気軽にパイプタバコを始めてほしいんだけど、のんびりと長くやるっていうことも考えながら、ぜひとも、やっていただければと私は思っております。はい、ということで今日はちょっとフレークのタバコについて、この間の続きというか試験を述べさせていただきました。はい、では今日はこのところで動画を終わりにしたいと思います。ではまた。